岩田 TV。 続きましてジュビロ磐田七海監督よりご挨拶いただきます。監督よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。平日の午前中、しかもこの寒空のもとこれだけの人に集まっていただいて、本当に感謝しております。皆さんの期待の大きさが伺えると思います。選手は1月の19日から今シーズンに向けて始動しました。非常にハードなトレーニングを重ねています。怪我人、病人も徐々に出始めてきていますが、何一つ妥協せずに今シーズン昇格のために努力していきたいと思います。我々の悲願は磐田市民皆さん、それからジュビロ磐田サポーターの皆さんの悲願であると思います。その目標を達成するために一日一日努力していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。磐田市長とジュビロ磐田ホームタウン推進協議会杉山会長より花束を贈呈します。七海監督と岡田選手は前にお進みください。選手を代表して岡田龍キャプテンよりご挨拶いただきます。岡田キャプテン、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。今日は本当に多くの方に来ていただきましてありがとうございます。僕が今この場所に立って思うことは、どんな時も温かく応援してくださる矢田市の皆さんに心からありがとうございますと、そういう思いでいます。昨年は非常に悔しい思いをしました。応援してくださる皆さんも本当に悔しい思いをさせてしまったと思います。僕たちはプロである以上、結果が全てです。去年は力不足だったということだと思ってます。なのでもう一度しっかり鍛え直して、相手よりも走る、相手よりも戦う、相手よりも考えて、そして誰よりも情熱を持って J1 昇格に向けて、また今日からしっかり頑張っていきたいと思います。今年も1年間ジュビロ磐田とよろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちましてジュビロ磐田2015シーズン激励会を終了します。ありがとうございました。